皆さんご機嫌いかがでしょうかひろこのスペシャリストに聞く。今回はエネルギーアナリスト、ポスト石油戦略研究所代表の大場典明さんをスタジオにお迎えしております。大場さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いお願いたします。今日のテーマ、天然ガスです。天然ガス、皆さん結構最近ね、個人投資家人気でお取引量が増えているそう、ね、そうなんですね。うん、でも天然ガスの情報って、 ちょっと日本の個人投資家向けには非常に少ない。はい。今まであまり取引の実績ないですからね。そうですよね。はい、まあ今、店頭の、ね、CFD なんかでまあ簡単に取引できるという状況にあるんですが、まああまり知らないでやると、 ボラティリティが結構大きいので、はい、リスクも大きいですね。そうですね。あの、結構難しいマーケットかなと思います。いますね、はい。去年は、あの、ロシアのウクライナ侵攻ということがありまして、天然ガス価格冒頭しました。その後、えー、今年暖冬だった影響があって暴落してるんですか、ねはい、そうなんですね。今すごい下がってますね。はい。はい、これがまあ、この後どういう動きになるのか、えー、天然ガスとは何ぞやというところから、エネルギーの専門家、大場さんに今日は、 じっくりと教えていただきますので、よろしくお願いします。します。この番組は、豊かで豊かに、豊かとラスティー証券の提供でお届けします。では、早速聞いていきたいと思います。天然ガスと一言で言うけれども、その正体というのは何でしょうかはい。えっ、ー、と、まあ、天然ガスとはっていうので、持ってきたんですけども、より正確にはですね、可燃性天然ガスです、ねあ。燃えるってことはい。あの、燃えないガスも、 あの例えばそうですね、えーまあ、火山から出るガスとかも天然ガスに入りますので,そ,で,す、ね、でその中でも、まあ、一般的に天然ガスというと可燃性天然ガスのことを指して天然ガスというふうに言っています、はいはい、であの、まあ、我々がよく使ってるあの都市ガスとかのガスとかあとガス火力発電所とかで使われてるガスですね、はい、で化、まあ、学式で言うとですね、はい、あのちょっと高校の化学を思い出していただくとあの <laughs> えー、このメタンとエタン、プ<ー>ロパン、はい、あるいはもう一つ、えー、と炭素が4つあるとブタンってなるんですけども。はい、はい、このまあこの絵のようにですね、はい、えと炭素が、まあ、大体 1, 1個から、うん、まあ3、4個ぐらいまでの範囲で作られている、うんえー、炭化水素、まあ、C と H で作られた化合物のことを天然ガスというふうに これ炭素少ないんですかなんかよく石炭なんかよりは、そのもう、こう炭素出る量少ないから。ああ、そうですね。燃やした時に出る CO2 の量が、うん、あのエネルギーあたりでは少ない。少ないっていうふうに言われていますね。はい。で、 えっとで、この C の長さが、うん、C の数が増えていくと、うん、これ石油になっていくんですね。はい、で一般的に石油っていうと、だいたい C があ、炭素の数が5個以上。ああ、なるほど。はい、5個から、はい、あ12個ぐらいまでだと、ガソリンとかあ、あとディーゼルとか、灯油とかっていうものが作られて、 炭素の数が20個以上ぐらいになると、重油とか、アスファルトとか。より、あの、環境負荷が高くなる、ね、そうですね。というふうにも言えますし、うん、あと、あの、状態が液体か気体かっていうのがすごく大事で、ここ今、気体の燃料というふうに書いていますけども、えー、炭素の数が少ない、 えー、炭化水素であればあるほど、はい、あの、常温で、えー、気体の状態を取りやすいですね、はいえ。なので、まあ、石油ですと液体なので、まあ、タンクで運べるんですけども、あの、これガスなので、まあ、パイプで運んだりとか、はい、あとは圧縮したりとかしないと、えー、保管することが難しいと。この圧縮して、これを液体化させたものが、液化天然ガスというふうに呼ばれているのですね。LNG。これのことですね。はい。 あの、はい、その場合もっとひ、ものすごく冷やさなければいけないので、あ<ー>まあ他にもいろいろ苦労はするんですけども、まあそう。 してでも使ううメリットがあるっていうこといこ、ね、そうすると天然ガスそのものよりもこう圧縮したり保管する場所が必要な LNG の方が高くなるっていうのがそうですね。液化するために必要なコストの分だけは、うんえと、通常のガスよりは高く取引されてますね。ということで、まあ基本はあの石油と天然ガスってまあ同じものというかですね、ペトロリアムっていう言葉で表現すると同じ ものなんですけども。エネルギーなんだけど、同じところから出てくる。そうですね,もでもあね。作られ方が同じなので、うん、なので生産地もほぼ重なっていて、油田のあるところにはガス田も大体あるし、はい、逆もしかりいいですね。うん、で、その、まあ、もともとあった有機物が熱で分解されていって、えー、石油で止まってたものが石油で、えー、さらに分解されると天然ガスになる。なるほど そういう形なので、えー、産出値も重なってますし、あと実は一部ですね、あの石炭を取る丹田から取られる天然ガスというのもあって、はい、まあ天然ガスは結構いろんなところから取れます。<え>出てくることは出て取れますね。なのでオーストラリアから輸入されている一部の天然ガスは、はい、これはガス田からではなくて、えー 石炭を取る丹田から作られているもので、はい、ま、ここに CBM とか CSG って書いてあるんですけども、はい、これがあの石炭の産地から取られているガスのことをこういうふうに呼びます。アメリカだと CBM で、オーストラリアだと CSG というう言います、はい。まあ、オーストラリアは結構これの輸出がね、期待されてて、オーストラリアに投資したいって方もなんか多いみたいな。ね、はい。なので、そういう、まあ、 ガス、主には石油と同じところなんですけども、最近はそういうものも流通してきてます、はい。用途としましてははい。で、次は、えー、と何に使われているかということなんですけども、うんはい、まあ、先ほどお話ししたように、イメージとしては発電用と、あとは都市ガスで使われているガスというのが、まあ、二大用途になってですね。日本においては、今、6割ぐらいが電力用で、はい、残りの 4割ぐらいがあ都市ガスということになっています。はい、で、さらにその都市ガスの内訳で見ますと、あの昔はあの家庭用がほとんどだったんですけども、えー、最近ではもう工業用の用途が大半を占めていまして、はいえー、最近の数字で工業用都市ガスの中で 都市ガス用で使われているものの中で、えー、6割ぐらいが工業用、うんで家庭用は25%ぐらいということで、まあ、家で使っているようなコンロだけが、えー、天然ガス、都市ガスじゃないっていうことですね。そうすると、はい、この、えー、ガス価格が上がると、日本の,その工場の、まあそね、負担が大きくなっちゃうよ、ね、ってことあの。ボイラーとか、食品の、えー、産業で使われているようなあガスですね。はい ということで、高騰すると困るよ、インフレになっちゃうよってことでもありですね。おっしゃる通りですね。はい。はい、そんなイメージかな。まあ日本は比較的あのガスの消費量は少ない方なんですけども、あの、 まあ、LNG にして持ってこなきゃいけないので、はい、他の国より高いんですよね。割高のガスを使わざるを得ない。ね、なので、まあ、他の国よりは少ないんですけども、それでもこれだけ使われてるということになりますね。はい。はい、そして、まあ、生産地っていうのがね、その売り手になるわけですけれども、はいはい、どこにあるのか。えあの その埋蔵量がどうのように分布しているかと。あ、これは埋蔵量です、ね。はい、これは埋蔵量ですけども、うん、えっと、一番大きいのが実はロシア、ね。やっぱロシアが強いのはこれなんですよね。はい。ロシアが世界最大の、うんえー、天然ガスの埋蔵量を持っています。うん、で次にイランお<ー>で。イランはあまり効かないと思うんですけども、あの実は輸出するインフラが、あの、あまり整って、 ああ、なるほど。パイプラインとかですかね。パイプラインとか LNG の設備がないので、うんはい、埋蔵量たくさんあるんですけども、ほとんど輸出してません。ああ、外貨稼ぐ手段にはなかなかなってないと。で試験はあるけど、イランは輸出してません、うんで。あと、えっと、サウジアラビアって書いてあるとこ見ていただくと、はい、すごく小さいのがあると思うんですけどそうですね。なんか石油、エネルギー大国のイメージですね。そうなんですね。なんで、サウジアラビアは石油はあるけど、実はガスはあんまりないガスあんま出ないんですか出ないんですね。<ー>はい。 で、その隣にあるカタールっていうのが、まあこれイランとカタールほとんど同じエリアにガスで持って、まあ重なってるんですけども、あのカタールは LNG の設備を、まあ日本の、ね、メーカーも事業者も参して。なんかあの震災の後、えー、原発が止まった時に日本はこのカタールのおかげで結構助かったっていうそうですね。え、おっしゃる通りでカタールから随分輸入をしてきたという歴史があります。はい、ありますね。はい、で、 えっと、他にもですね、えー、北米や、中南米、えー、アフリカ、ヨーロッパ、えー、オーストラリアなど、まあ、いくつか、あの、産地があるわけですけども、はい、えー、主にですね、あの、次にお示しするように、<ー>あの、運ばれ方っていうのが非常に重要で、<ー>先ほどイランのケースで埋蔵量があっても、輸出されてないケースっていうのは、はい、結局、ガスってこう、何かで、えー、運ばないと使えないので、<laughs> はい。 運ぶインフラがあるかないかっていうのが非常に重要になります。で、ガスを運ぶ方法っていうのは、主にパイプラインと LNG、液化して運ぶという方法があって、はい、こちらの図は、あの、線はパイプラインの、はい がどここにあるかとといいうことを示していて、うん、で小さい丸がたくさんありますけども、はい、これは LNG を輸出したり輸入したりする港になってます。ちょっと小さくて見にくいんですが、実は小さくですね、はい、丸の中に数字が書いてあって、はいえー、例えば日本だとなんか10とか14とか、はい、書いてあるんですけど、ね、丸の中に書いてある数字だけそこに、えー、と輸入する場所があるということなんですね。<ー>なので日本 や、アジアには非常に集中しています。そうですね。はい、で、結局、その、この、運ばれ方が、パイプラインか LNG かで、流通が変わってきますし、うんはい、あと値段のつ、えー、付けられ方も変わってき、えー、ますので、はい、そこが、あの、まあ、その相場を見る上で非常に重要になるということですね。はいはい で、まあ、主に、えっと、まあ、ロシアのものはヨーロッパにこれまでは輸出されていて。これがノルドストリームっていうね。そうですね。ノルドストリームも含めて、はい、えっと、大陸の中にもガスのパイプラインがたくさん通ってますし、あ,すね、あと、アメリカ大陸見ていただくと、ものすごくごちゃごちゃ、あの、線があると思いますけども、はいはい、本当に、アメリカ大陸全体をですね、天然ガスのパイプラインが覆い尽くしているような。 形になってますので、どこでガスを掘ってもパイプに流し込むことができると。いう、はい、エネルギーインフラが充実してるとか強いですよね。ねこれがまあシェール革命が成功した一つの理由にもなっていると思います。うん、はい。あ,あと一つ、LNG に関しては、うん、世界で、えー、だいたいパイプラインと LNG の流通量で50対50ぐらい、<あ>今。うん LNG もそんなにあるんですね。そうなんですね。昔は、本当10年前でも、うんえー、一部でしかなかった LNG がどんどん増えてきて、今では半分近くが LNG として流通していまして、はいはい、でその LNG の中でも一番、えー、輸出する国として、トップ3がオーストラリアとカタールとアメリカ。はい、この3国で、はいえー、もう6割、 ぐらいですね。なるほどはい。20%前後をその三カ国で占めていて、はい、あの、まあ、日本も主にその国、国から買ってる。顧客であるということで。ことですね。為替市場では、まあ、この点に着目して、長期的にはやはりなんだかんだ言って円安でドル買い、はい、オーストラリアドル買いなんじゃないかっていうふうに、はいはい、る見る方も多いですね。うん、で、日本がどこから買ってるかというふうに、うん。あ、実際、現,現実ね。はい、そうですね。 えっと、これも一昔前まではインドネシアとか、あマレーシア。 などの、東南ア,ア東南アジアが中心だったんですけれども、はい、あの、だんだんですね、いろんな国が増えてきて、はい、先ほどお話しに出たカタールとか、はいえー、オマーンとかっていう中東の国であったりとか、はい、あとは、あの、最近は東南アジアの生産量がだんだん落ちてきてまして、うんえー、オーストラリアのインパクトが非常に。はいね、オーストラリアがここで伸びてくるんですね。ね急激に伸びてますよね。はい、で、2020年の断面で、オーストラリア37点、うん。 2%, 2ということで、<ー>もう4割近くがオーストラリアなんですね。よくアメリカのシェールガスとかって言いますけども、これ一番下のですね、青いところですね。なので、まあ今増えて6.2%ということで、増えては来てはいるんですけども、 まあ、オーストラリアににはまあ圧倒的に、えー、か届かなないようもともとアメリカってシェール革命前、つい近年まではエネルギーは戦略物資だから輸出しちゃいけないっていう規制がありましたか、ね、そうですね。うん、あの、アメリカではの天然ガス法という法律がありまして、うん、基本的には輸出できないものを。 なんですけども、例外的にアラスカから日本への輸出だけ認められていたので、<laughs> でね、あのここにあるですね、<laughs> アメリカ、70年代にあるアメリカって書いてあるのは、これはあのアラスカ産のエネルギーになります。ですでこれが、えっと、2000年代頃に確かもう生産が終わってですね、うんうん あの、アラスカ LNG ってなくなったこと思いますけども。なくなってます一回ほとんどなくなったように見えて最近出てきた、ね。これがいわゆるシェール革命以降にメキシコ湾から輸出されてるもので、はいはい、まあ本当はあの自由貿易協定を結んでる国じゃないと輸出しちゃいけないっていうのもあるんですけども、えー、ちゃんと申請して許可を得ると、うんえー、輸入できるようになりました。なったっていうことですね。はい。という、まあ、ポートフォリオというかですね、はい、日本はこう。 これ全部 LNG、ね。LNG ですね。パイプライン取ってないですか。パイプライン取ってない。ないということで。で、えっ、ー、と、そうですね。まあ、とりあえずここでいいかな。はい。はい、で、えっ、ー、と、それぞれの取引の形態の場で、うん、まあ、値段が決まるということで、よくあの、天然ガス価格は今いくらですかって聞かれるんですけども、あの、石油みたいにですね、あのグローバルな統一の天然ガス価格っていうのは存在しないので、しないはい。あの、 基本的には地域の値段、はい、どこのガスの値段かっていうことが。そうですね。その液化して持ってくるって、そのやりとりの中で全部違うわけですね。そうですね。<格>あとパイプラインでも違うということで、ね、あの、どこの値段かっていうので決まってくるものです。ね、でそれをお見せしますと、えー、こちらですね。まあ、色が色々ありますけども。はい。 えー、まずパッと見ていただいてですね。こんなにあるんだ。えー、代表的なたくさんあるということですね。はい、アメリカ、日本、アジア、スポット、はい、E。まあ大体この4つぐらいが代表的。はい、まあ日本って書いてあるのはこれは、えっ、ー、と、 輸入価格の平均値になってますので、あまあ価格指標ではない,ので,、はい、ないですね、うんまあえ。日本以外の3つが代表的と言っているでしょうね。はい、で、えー、ここ2、3年でものすごい値段が上がったり下がったりしているということで、はい、おそらく投資家の方が関心を持っていらっしゃる、うんね、と思うんですけども、うん、ここ、その3年より前の10年間見ていただくと、もう全然そんな大きな変化天然ガスってこんなに動くものじゃないっていう頭が私にもずっとあった。 この近年は何が起きてるんだっていうね。で、えーっとまあ、それはあの特に、えーうん、EU のおーガスの契約形態が、はい、あの長期契約からあスポット取引に。あ 変わっ,っね、変わったっていうのもあるんだ。一つ大きいですね。で、このアジアスポットっていうのは、はいえっと、LNG のスポット取引専用のマーケットなので、はい、日本は常にここから買ってるわけではなくてですね、はい、一部の取引をスポットで調達してるみたいな。なんか長期契約してる分もあるけど、足りなくなったらこのスポットから購入してるん、ねはい、そうですね。なので、すべてがスポットというわけではない,でないんですね。ただ EU の場合はこれがすべての価格。 EU はもうこれ、はい、あの EU 価格。これオランダ TTF って皆さん去年ものすごく意識して言ってましたけど、はいね、これがそうですかはい。あの、それがあの全てスポットになってますので、はい、え非常にヨーロッパが去年困ったということですね。はい、一番下のアメリカっていうのがこれヘンリーハブと呼ばれている価格で、はい、これも先物、あの、市場として非常に長い歴史を持っているんですけども、うん、あの、まあ、他の価格に比べるとまあ安く推移している。 ように見えますよね。安定的に動いているように見えるんですが。これも拡大すると結構動いてる。そうなんですよね。<laughs> 他がひどい動きだったので、ええ、このヘンリーハブだけ、アメリカのやつだけを持ってくるとすごいボラティリティなんですよね、実そうなんですね。意外とあの変動が、うん。 あの、大きいんですが、他の価格が高すぎてですね、ちょっと変動も大きすぎて、<laughs> はいえー、見劣りしているようなう状態になりますね。でね今、はい、日本のその、まあ、ブローカーさんがやっている天然ガスの個人の CFD 取引は、はい、まあ、おそらくこのヘンリーハブをなんか使っているところが多いというので、はい、皆さんヘンリーハブを。直近の2年分を拡大したのがこちらになるんですけども、はいはい、まあ、これで見てもですね、まだ、えー、ヘンリーハブの えー、ボラっていうのはちょっと見づらいんですが見づらいですね。はい、そのぐらいもうヨーロッパがちょっとすごかったんですね。そうですね。で、まあ、あの、過去のこの特に JKM と EU の TTF の価格の変動激しいわけなんですけども、はいはい、例えばですね、えー、2022年の、うんえー、この2月頃の価格、うんうん コートを見ていただくと、これ、オレンジが先行して値段が上がっているように見えるアジアのスポットがそうですね、はいえー、つまりこれは、えー、とアジアで、えー、あもうちょっと前もそうですね、21年とかも、そうですね特にそうなんですけども、えー、比較的 JKM が先行して値上がりするようなことが過去は多かったなんですけども。うんはいはい えー、昨年の戦争以降の価格変動は、どちらかというと、EU の TTF が先導して価格が上がって、はい、それにつられて JKM が上がるみたいな、まあ、形になっていて、はい、まあこれ両方ともスポット同士なんですけども、うん、お互いに影響を 与え合っていて干渉してるから同じに動くんですよね。ただ、どっちが先に上がるかっていうのは、あの、場合によると。なるほど。どちらが原因で上がるかっていうことに戦争前はどちらかというと、アジア市場でタイトになると、はい。ヨーロッパがそれに。そうですね。まあ、応える形っ、ね。っていうことが多かったのが、うん、まあ、ここ。 2,3年なんですけども、うん、まあ去年は逆になった。逆になった、ね、ということですね。これはやっぱりロシアの影響。はい、そうですね。パイプラインはもうどうのこうの、ね。はい。で、ヨーロッパの方が高くなったので、アジアで取引されていたような LNG の弾がみんなヨーロッパに流れてたた流れちゃった。はいなるほどで。逆ですね、21年の頃に起きていたのは JKM の方が高いので、EU 向けのものがアジアに流れてくるような時代があったとっいうことになります。うんうん、はい。 ということで。で、今足元これね、下がってるっていうのは、はい、えー、去年のまあ秋ぐらいものすごい心配されたのは、えー、まあ寒かったら、はい。天然ガス、ロシアからも入れない、入れない、制裁もあって入れられないって決めちゃったし、はい、みたいな。そうですね。これが、はい、あの、一番高い時はもう本当に、うん、えー、2年前の何十倍っていう値段になっていたわけですけども、 えー、いざ冬に入ってみたらですね、はい、えー、備蓄というか在庫もかなり。相当買って蓄えたわけですね、はい、ヨは。い。であと断頭だったということ。うんうん、あともう一つ後でまたお話しするんですけども、いろいろ理由があって、えー、結局値段はどんどん下がってきて、え、なんか大丈夫じゃないかというふうにもう最近言われてますよね。 本当に大丈夫なのかどうかまたじゃあ。はい、そうですね、はい。教えていただこうと思います。はい、で、えっと、今、あの、スポット同士の価格の、まあ、関係というか、どっちが先でみたいな話があるというふうにお話ししたんですけども、はい、あの、天然化数が非常に難しいのは、えー、まあ、半分以上が発電に使われてるっていうことで、発電に使われているということは、えー、競合する燃料がガス以外にもあるっていう。 はいはいはい、石油の場合はガソリンはガソリンにしか使われないし、えー、ディーゼルはディーゼルしか使われないので、まあ一定のこう、なんていうんですかね、こう、硬直性があるんですけども、はいえー、まあなんとなればガスでやってることを全部石炭に置き換えることが、 なるほど。じゃあ、これだけ急騰すると、大体エネルギーの方に変わっていくから、集落するリスクもあるってとう、ね、っていうことですね。ね特にアメリカなどでは、うん、あの、石炭火力とガス火力、両方ともかなり設備の、うん、が十分にありますので、ガスの値段が上がると、石炭火力が動き始めて、で、抑制に動く、えー、働きかけると。なるほど。ということで、あの、この天然ガス価格っていうのは高止まりすることがあんまりない。 ね、そうですね。まあ、過去はそうです。うん、ただ、スポット価格に関しては、かなりこう大きく値動きしてきたのが、まあ、ここ3年ぐらいです。そうですね。はい、まあ、これはいろいろ他の要因もね、まあ、コロナプラス。プラスで <laughs>、ね。戦争っていうのがあった。はい。大体できればっていう話なので、大体いいできないかもしれないってことになると、そうですね。はい。非常に、あの、うん、 他のマーケットと比べて、えーまあ、他のそう難しいかもしれないですけども、あの考える要素がたくさんあるんですね。というふうに思います。その一つの例なんですけども、えー、これは日本が輸入している化石燃料の価格との比較になるわけですけども、はい、あのご覧いただけるように石炭の価格もここ1、2年でものすごい上がったんですよね。そうすると石炭の値段が えっと、まあ、上がったからというよりかは、これはどちらかというと、ガスが、あの、上がったので。石炭の需要が伸びて、ガス、石炭の値段も上がったという例かなというふうに。<あ><の>さっきの話でね、ガスが上がったか、じゃ石炭にしよう、ね。はい。<て>思いますけども、うん、逆に石炭が先に上がるとですね、ガスも後からつられて上がってくるということもあるので。他の燃料との、えー、関係というのも、はいえー、ガスに。 とってはかななり重要なああもうい全部一緒に見ておかないといけない、はい、ってことですね。ということですね。うんうん、あと、日本においてはですね、はい、日本の LNG 価格っていうのは、先ほど長期契約っていうふうに言いましたけども、実は、えー、ほとんどの日本に入ってくる LNG っていうのは、原油価格リンクで輸入されるんですね。はあはい、そういう意味では、はい、日本が輸入しているガスっていうのは、 天然ガス価格っていうのはあまり意味がなくてですね。そうなんです、ね。ほぼ原油価格で輸入されてます。その原油っていうのはどの指標ですか日本が輸入している原油価格の平均値。あ、JCC って言って、うん、ドバイ原油では必ずしもないんですけども、うん、輸入されている原油価格の,あの平均価格ですね。はい。はい、にそれにリンクした契約を結ぶことが。 多いので、はいえ、実はガスの値段っていうのは、えー、イコール原油の値段ということで、日本のマーケットにおいてはガス価格っていうのはあんまり、えーまあ、ある意味では存在しないというか独自性がないということですね。そうですね。イコール原油価格っていうのが、まあ歴史的にはそうだったんですけども、はい、最近はそうも言ってられなくなってまして、あそうなんですか。 スポットのですね、比率がだだ上がってきている、ね、あ長期契約じゃなくて、はい、まあその融通するマーケットです、ね、そうですね。はい、昔はあのスポットの比率も10%台とかだったので、はい、まあ大半が原油価格で決まっていると言えたんですけども、うん、あの、今ではですね、31%とかですね、3割以上を。長期契約外で直接取引が廃止。はい ということなので、先ほどの JKM での取引している量が3割になってくるということでそうすると、このね、ここの価格変動はなんでなんだっていうのも、意識しておかなきゃいけないと。ね、はい、というふうになってきますね。はい。 なんで、またさらに難しい <laughs>。そうですね。まあ、長期契約っていうのは、企業体で、あの、相手方ですので。そうですね。まあ、あんまり我々、投資家はそんな意識しなくてもいいんですが、えー、こっちですかね。はい。なんで、スポットの比率が上がってくると、日本のガス需要が、うん、えー、スポット市場にた与える影響も大きくなるということになりますね。はい。はい、というところが、まあ、主に日本で扱われているガスにち、えっ、ー、と、注目した あの説明だったんですけども、はいはい、あの、まあ、おそらく皆さんグローバルというか、あの、アメリカのガスとか TTF とかの方にご関心があると思うので、えー、もう少しグローバルな目線でお話ししようかなと思うんですけども、はい、あの、まあ、ご案内のように、ウクライナ戦争の結果ですね、えー、ロシアのヨーロッパ向けのガスの輸出量というものがものすごく減って、はい、え戦争前の15%ぐらいの水準まで 落ちているということなんですね。はい、この図で言うと、青いところと黒いところが、ノルドストリームと呼ばれる、ドイツに直接つながっているパイプライン。ロシアからコール、ね、はい、そうですね。バルト海を通じて。はい、それがもう、昨年の9月にですね、破壊されてしまったので、はい、もう、このパイプをガスが通ることはないんですね。もう、もう、 破壊された。破壊されてしまったので、何者かにということで。なんか一説にはアメリカがやったアメリカなんじゃないかっていう、あの、あるジャーナリストが。シモ・ハッシュというジャーナリストが告発してるんですけども、まあ、まだ、それは当然政府認めないので、わからないということに一応オフィシャルにはなっています。ただ、残っている部分もあって、ウクライナ経由の分とトルコ経由の分を合わせて、まあ15%程度という。 ことなんですね、うんはいで。これだけ輸出量が減ったら、まあ、大変なことになるんじゃないかというふうに、まあ、思われていたんですけども、はい、意外と今ガスの値段落ち着いているというふうに言ったようにですね、そこまで大変なことになっていないんですね。うん、でそれはなぜかというと、はいあの、去年の夏から冬にかけての、うん、ヨーロッパのガスの需要自体がものすごく 大体20%から25%ぐらい、あの月によっては、えー、減ってまして。はい。これなんでこんなに減ったんですかええ。あの、まあ、減った、あの、理由は、まあ、一つには、あの、暖冬ということもあるんですけども、はいはい、結局先ほど TTF の値段ものすごくか高かったですよね。 ガスの値段がものすごく高くなった結果ですね、えー、ガスの、えー、使用を控えた。みんなも高くて我慢したわけですね。我慢した部分と、あとは、うん、えー、ガスをたくさん使う産業界が、えー、工場の稼働を停止したあ、うん。ドイツの工場結構止まってるニュースありましたね。ねはい。それがこの図でして、はい、うん。えー 22年の12月単月なんですけども、えー、そのガスの前年比あ、前年までの平均との差分ですね。はい、つまり、えー、どの国のどの部門がガスの消費を減らしたかと。うんはい、この絶対量を示しているものなんですけども、はい、パッと見るとですね、はい、まあドイツの産業用って結構大きい、ね。相当大きいですよね。 で、あの、我慢したとみなされるのが、うん、ま、この家庭用の部分かなとああ、イタリア頑張ったです、ね。<laughs> で、これ、あの、いろんな、あの、要素分解ができるんですが、うん、あの、省エネの成果だという人もいますし、うん、え、行動変容だとか、あと、断頭のおかげだと、ま、いろんな言い方ができるんですが、ただ、12月って実は、あの、まだ断頭の 影響出てなくて、まだ結構寒かった時期なんですよ、ね、すね、はい、むしろ例年より寒いぐらいの12月ぐらいはだったので、この需要源っていうのが暖冬の結果っていうのはちょっと微談に過ぎるところがあるかなと思っていて、実際、あの1月2月は確かに暖冬で、相当 節約できた,たんですね。うん、はい。というのは確かにそうなんですけども、あの、12月の断面で見るとですね、相当、あの、産業界も家庭もですね、相当我慢しているっていうのが見て取れるわけで、まあ、あの、ドイツとイタリアだけではないんですが、あの、そこが相当の、あの、痛手を 追ったと、まあ、こういうのが、まあ今後の、そのドイツ、イタリアはじめ EU の経済成長率を、こうね、まあちょっと貶める可能性がありますね。すね GDP とかね。はい。まああの、ガスの消費減がイコール、あの、経済のマイナス成長というわけではないんですけども、 あのガスをたくさん使う産業ですね、ガラスとかパルプとかですね、うんえー、その特定のガス多消費産業が、えー、工場の稼働を停止したという、うんまあ、その影響が、えー、どの程度あるかって、そういう話になると思いますそうすると、まあ、冬も終わります、はい、暖かくなります、その意味ではガスの使用量はおの、まあ、ずと減る時期なので、はい、ここは安心ですが。はい こういう彼らの行動を我慢してたっていうのが、ちょっとこう、また正常化に戻していく過程の中では、また使用量増えてきますよね。そうですね。あの、冒頭からお話ししてるように、今、ガスの値段が戦争の前の水準に戻ってきたって下落していますので、特に産業用途っていうのは、ほぼ値段で稼働するかしないかが決まっているっていうことを考えると、値段が下がれば下がるほど産業用途の ガス需要というのは戻ってくるわけで、そうなってくると、今年の夏、はい、そして次の冬にかけて、はいえー、再びです、ね、ガスが、えー、足りなくなる事態に突入するのではということは、うんうん、非常に、えー、心配されているところです,、ね、そうですね。中長期的にはガス価格はまた上がる可能性はあると,えとむしろあのヨーロッパ経済が元に戻ればです、ねえーと、ほぼ間違いなく不足すると。 これだけロシアからの供給が止まっている。中でですか、ね、ですのであの、私の言い方ですと、うん、断頭の影響半分ぐらいで、うん、残りは、えー、こういったあか値段が高,あ高すぎて我慢している分が、うん、半分ぐらいですので、値段が下がって、えー、元に戻ってくるとですね、えー、ロシアからのガス供給が停止した影響っていうものがもろに 出てきまして、うん、LNG を増やすってことはそんなにすぐにはできない。うん、あの、説、港がないので、うんえー、そう考えますと、えー、ヨーロッパのガス需要が戻れてくるとですね、まあ、ほぼ間違いなく、あの、ガス不足のお状態に突入してしまうというふうに考えられています。はい。 これはあくまでオランダ TTF という指標においてでしょうかね。はい、そうですね。あ、ただやはり LNG の取り合いにはあな,<る>なり得ると思いますので、TTF が、えー、上がるということは、えー、JKM にも十分に影響しますし、はい、あ,あとはそのヨーロッパへの輸出に向けてですね、あ,<ー>あのアメ,アメリカの価格も どんどん輸出しようということで、はい、LNG の輸出基地の建設計画というのがはい、はい、多分投資がされていくと思うんですね。うんうん、そうすると、アメリカも輸出の量が増えますので、国内マーケットもタイトになるということはあると思います。はい。そうすると、アメリカヘンリーハブ価格も、じゃあ輸出して、まあ、受給がタイトになれば、おのずと上がっていく。そうですね。中長期的にはそういう傾向も、えー、あり得ます。 で、LNG の受給というのは、向こう数年間は基本的には、えー、タイトになるという見通しがあ多くて、うんうん、えー、それはあの、えー、設備計画というか、あの、LNG の、えー、設備を作るのに、そもそも時間もお金もものすごく。そうですよ、相当なう投資が必要です、ねはい。もう何兆円というオーダーでかかるので、はい、えー、向こう数年間はそういったものがないことがもうわかっているんですね。は,はい。はい。そうすると、2027年、 ぐらいまではですね、えー、こういったヨーロッパの経済が戻ってくると、うん、LNG っていうのは弾が足りない可能性が高い。設備が足りないっていうことが価格を押し上げる一因になりかねないねということですね。この今のお見示し,している図がですね、正常化するとですね、はい、LNG は足りなくなるという可能性が高いということですね。はい。はい そして、えー、これ以外にどんなところに気をつけて価格動向を今後見ておく必要があるのかはい。あの、今、あの、何度も申し上げているように、えー、天然ガスの値段下がっているわけですけれども、あの、今、あの、マーケットで一番注目されているのは、今年の中国の LNG の需要がどこまで回復するか、ということなんですね。はいで えー、実は去年は中国の LNG の歴史始まって以来初めて需要がマイナスになった。ゼロコロナですね、はい。ということだったんですけども、あれは、えー、中国に来る予定だった LNG を全部ヨーロッパ向けに、あの、 転売した。ああ、そうなんですね。はい。転売した影響も結構あるんですけども、あの、中国政府は転売を今年から禁止したんですね。はい。なので、契約してる分は全部中国国内で使うことになるのと、うんうん、あとはあ、ゼロコロナからの回復でどれだけ輸入するか。うん、あともう一つ難しいのは、国内の石炭需給との関係。 結構何だかんだ石炭やってますから、ね、そうなんですね、えー。石炭の生産も増産をかけているので。うん、そうなんですね、えー。石炭の値段も去年高かったんですが、今また下がってきていますので、そことのまあ兼ね合いで、えー、中国がどこまで LNG を買いに来るのかというのが、うん、あのー、一番読めないところということで、でものすごく買えば大きなインパクトが。 まあ、去年よりは正常化に向けて動くんだろうけれども、ねはい、だこれまでの中国の姿にかしては、結構控えめな、えー、成長率予想出てきましたよね、現時経済成長率の見通しも、まあちょっと控えめ。控えめでしたよね、今回。はい、えー。控えめであ,あるので、まあ、ちょっとそこは余計にですね。 LNG の需要の見通しが読みづらい要素になっています。はいはい、で、もう一点が先ほどご指摘した EU 経済のガス需要がどこまで戻ってくるかっていうのが、はいはい、まあ、主に、まあ、値段が上がる方と言っていいんですかね。ボラティリティに関わるようなあ今後の動向のポイントかなというふうに思います。まあ、これは主に需要面ですけども、他にも当然供給側も重要な ポイントになっていて、うんはい、えー、一つは、まあ、これ、ロシアのガス供給、うん、今15%は残っているというふうに言いましたけども、はい、ま、それももしかしたら止まるかもしれないということ。あと、ロシアの LNG も、ロシアも LNG を輸出しているんですけども、えー、それは今規制の対象になっていないので。ああ、そうなんですね。<え> LNG はまだなんですね。はい。まだヨーロッパも買ってます。はい。それをもし輸入を禁止する。 とかって話になると、えー、またマーケットに影響があり得るというところで、はい、まあそういう政治要因が、ロシアのガスにはあるでしょうということ。はい、で、2点目は、これはあの、ヘンリーハブに特にかかることですけども、はいえー、アメリカのシェールガスの生産量が、ちょっと最近停滞ぎり、ね。これは何なんですかもうその、枯れてきたんですかまあそれもあるんですが、<laughs> やはり事業者がですね、うん、えー、 自社株買いとかですね、えー、<ー>配当にお金を回すっていうのが。設備投資を控えてるんですね。はい。っていう、その事業者側と投資家サイドのウォールストリートの事情が一つと、あとは、まあ、バイデン政権になってから、あの、まあ、彼ら、まあ、バイデン政権はあの、エネルギーの値段は下げてほしいと言っておきながらですね、はい、なので生産量を増やせと言うんですけども、あの、 国内のパイプラインの布設に関しては、た、え、い、ー、こう、ストップをかけるってことが。そこはちょっとあの矛盾してるわけですね。そうですねで。生産量をこれまで以上に増やそうとすると、うん、パイプラインを増やさないと、増設しなきゃいけない。ボトルネックになるわけですけども、うん、ガスをいくら掘ってもですね、パイプラインが足りないという事情が、うんえー、まあ、 だいぶ限界に来ていると。で、本当に今、設備投資できないっていうことですね。しても、ね、まあ、バイデン政権下ではまあ認可されないと。ええ。なので、今の生産水準をずっと維持することは、あの、インフラ的には可能なわけですけども、うん、輸出を増やそうとすると、国内のパイプラインを増設しないと。ああ、じゃあもう増産はできないよっていうこと、ね、増産するのが難しくなってきてるというのはありますね。うんうん、はい。 というのが一つ。はい。そして、まあ先ほどご指摘した中国の LG にも関わるのが石炭の値段。石炭ですね。はい。の兼ね合いで変わりますよということ。はい、あと最近ホットなのが、うんえー、オーストラリアでガスの輸出を規制しようという動きがあるんですね。えーうん、これは去年、 オーストラリアの国内で、うん、電力が足りなくなってしまって、それはほとんど輸出に回してるからだという、はい、まあ批判が。やりすぎちゃったんですか、はい、でほとんど輸出してますからね。はい、で、その輸出を国の権限で止めるような法律を今作ろうとしていまして、日本やあ中国、韓国などから今、猛烈に批判を受けていると。うしいって。 ですけどそうですね。契約した分は売ってくれということなんですけども、まあ、このあたりが、あの、不確実性。不確実性のポイントとしては、あの注目されているところですね。はい。はい。まあ、こんなところが、まあ、主な価格変動要因として注目しておかなきゃいけないポイントなんですが、まあ、時期的にどうでしょう今、まだ天然ガス価格、こう、冒頭暴落して、この下のあたりで、はい。 ぴょこんと下げ止まったのかなぐらいの感じなんですけど。はい。これをまた本格的にボラテリティが出るとしてはいつぐらいなんですか、ね、うん、まあなかなか時期を申し上げるの難しいんですが、まああのコーポイントで申し上げた中国のガス需要が、うんえー、見えてきた頃、要するに中国の経済の見通しが少し見えてくると、えー、ガス需要というのも見えやすくなってきますので、えー まあ、第2四半期とか、第3四半期ぐらいになると見えてくるのかなと。なで,ね、で、もう一つが、あの、秋ぐらいにかけてくると、うん、EU のガスがあ不足する事情っていうのも、はい、まあ見えてきますので、えー、そこのあたりで、えー 上値になってくる可能性はあるかなという気がします。はい、これ、原油と違うところは、例えばその WTI 原油を見るときには、ガソリンの需要期が5月ぐらいから始まりますよとなると、はい、ガソリン価格が上がるから、大元の原油も上がりますよねとか、はい、なんかこう、そういう細かいデータが結構、市況と景気と関係して出てくるんですよね、はいはい。そうですね。それに相当するものがあまり天然ガスの場合、 ないんですね。ない,すないんですよ。か、は、ら、い、あの、いわゆる、中、中字の在庫情報とか。ね<え>あれ、本当ガソリンとか、あっちはあるんで、ニ、ね、とかあるんですけど、えー。そういったものがあまりないので、のまあ、すごく大きな季節変動はあるんですけども、はい、えー、あと、その LNG としての、お、在庫と、あと、通常のガスの在庫という二つの在庫があって、両方とも全く違う性質のものですので、 えー、そのあたりがですね、まだマーケット関係者はまだこなれてないようにそうですね。うん 完全にこう、受給予測で、まあ、昨日今日の相場が動いたとかっていうことは言えないっていうことがありますよね。ねなんで昨日上がったのとかよくわかんないみたいな。こう、激しい値、ね、動きの要因になっているのかもしれないですね。そうですね。はい、という意味で、えー、非常にこう、ボラティリティも大きいですし、えー、短期的にはなんで動いたかよくわからないというのも、この市場の特徴ということですので、でその点にはお気をつけいただければと思います。投、え、資、ー、におけば 最新判断は皆さんご自身で慎重に行っていただければと思います。この番組は豊かで豊かに豊かとラスティー証券の提供でお届けしましたえ。今日はね、天然ガスってなかなか情報がないところで、はい、はい、あの、基礎知識からいろいろと教えていただきました。なかなかここまで、あの、基礎から話すことないんですけどいや、もう本当に勉強になりました。はい、どうもありがとうございました。皆さんこの動画へのいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。大場紀明さんをお迎えいたしましてお話を伺います。